皆さんこんばんんこばはは今日はどんな1日どなでしたか私はですね今日は朝一でですね農業のあの新しい法律改正の、えー、勉強会がありました、えー、でもなんか聞いててもですねまだよくわからないなっていうかまあうん ちょっっとと納得いいかかないことも多かったですねまだまだだからちょっともう少し内容を詳しく聞かなきゃいけないことが多かったなっていうふうに思います。まあ国内消費だけではなくて輸出拡大も含めてですね生産量をアップしていかないととにか,とにかくその消費拡大だったりとか自給率がアップしないっていう計算方法なもんですから。 作って作ってそしてどうするんだっていうところもありますけれども、まあ、その連携体制含めて、えー、今注目されてるんじゃないかなというふうに思ってますがそして今日もですねあの私明日一般質問をすることになってるので、まあ、いろんな打ち合わせしてましたけども明日ですね私が一般質問をする角度っていうのは今2024年問題って言ってますけど 2050年問題って私の中ではあります、うん、まず北海道の2人に1人が札幌石狩県内に住んでいるということとあとはですね5000人以下になる市町村は122市,市町村ということなんですよ179市町村のうち122市町村が5000人以下になるというのが2050年なんです とということはですよ本当に北海道が大変な状況になるということもあって、まあ、そういった角度の中で、まあ、北海道が同性としてなかなかこう気づいていない歩み寄っていないっていうようなことに対して、まあ、あの明日一般質問を特にさせていただきたいと思っていることもあるんですけども、まあ、実際そういった、えー、話の中で 今日はあの一般質問ですね。ええ、十時から開催しました。で、その合間合間でですね、いろんな打ち合わせしました。で、これが予算委員会がありますので、集中審議含めてですね。え予算の決算委員会含めて、あ、予算のええー、と総括含めてですね。この自民党で、どのようにな方向で攻めていけるか、しっかりと自分たちのえ議論。 疑問とするところをしっかりと引き出せるかということにもなりますのでその辺りをですねぜひあの強めていけるような体制で臨んでいきたいなと思います。今日はですね意見書の関係の各会派の連絡会議もあったりその後ですね一、えー、コン、えー、経済産業省とのですね意見交換会と懇親会がありました。 そして今日はですね私の同期のですね檜垣久子さんの誕生日でありましたので今日はそんないろいろと活躍している様子を取材してみましたので皆さん最後に見てくださいねそれでは明日もいい一日でありますよ誕生日おめでとうございます 誕生日おめでとうございました。<laughs>